皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴーイーブイやっていきましょう。今日ですね、ユンゲラ出したいと思います。フーディは進化している状態で野生では出ないんですけど、ユンゲラ出るらしいんですよね。で、調べたら2箇所、7番道路と8番道路らしいので、とりあえず7番道路から見に行きたいと思います。多分連鎖かけてからコロンプラスしないと出ないと思うので、とりあえずなんかで連鎖をかけようと思うんですけど、まだ決めてません。どうしようかな。連鎖かけたことないポケモンがいいな。プリンはいいかもしれない。え、ダメかな。あ、でも2匹出てるからプリンで連鎖しようかなと思います。途中で逃げられるような気配もするんですけど、まあいいか。多分10匹ぐらい連鎖かけてコロンかけてれば出てくると思うんですけど、ここ見にくいな。やっぱ7番道路の草むらって見にくいですね。途中で8番道路移動しようと思います。今いるプリンだけ捕まえようという作戦です。何匹ぐらい捕まえてるんだろうプリン。結構ね、見てはいるんですけど、捕まえてる数は少ないような気がします。さて、プリンちゃんは何匹でしょう。2匹目とか3匹目かな。あ、え、8も捕まえてる。びっくりした。結構捕まえてるじゃんね。なんだ、そっかそっか。まあ、とりあえず連鎖ですね。これで、今回の連鎖だから2匹で、トータルだと9匹目。サクッと入っていい感じ。いや、これはプリンでいこう。この前ロコン連鎖かけてて9コン出してたんですけど、どうもですね、進化してるポケモンの連鎖はやっぱり苦手で、これぐらいだったらいけるんじゃないかなと思います。とりあえず2匹捕まえてもなんか出なさそうなんで、数が多いし見やすい8番道路に移動します。うん、こっちでもロコン出るんだよね。そうそう、9コン捕まえに来た時もここ見にくいからって言って8に行ったわ。8番道路ガーディー捕まえたり9コン捕まえたりはここでやってましたね。あ、そうそう、話しかけるの出てたんだった。この前は1段降りちゃったんでやめたんですけど、何かな、なんか見つけた。うん、草の香りを嗅いでいるだけだった。そうなのか。なんか発見してくれるわけではなかったみたいです。ということで、ここの草むらでやろうと思います。一番道路の草むら見やすいんで、ここだと全体で見ていられるから。お、サクッと出ますね。プリン、なんかこんな調子でフーディンじゃないや、フーディン出ないんだった。ユンゲラー出てくれると嬉しいです。ケイシンはね、ここの草むらで出てたことはあるんですけど、まだユンゲラーはね、確かね、見たこともないし捕まえたこともないので、今回捕まえられたら捕まえた数1、初野生のユンゲラーになります。これでプリンの連鎖は3匹目。とりあえず10匹を目指そう。そしたらいいことありそうな気がします。言ってると出なくなっちゃうんだよね。これ物欲センサーだと思う。なかなか出ないもんね。コロンかけてるから歩き回るの良くないんだけど、上空に出てるポケモンが何かは見ていきます。まあ、多分ピジョットとかピジョンしか出てないですね。お、来た来た、プリン。いや、そのうちね、野生の伝説、純伝説山頂のどれかに会いたいんですけど、パッて出てくれたファイヤー以外はまだ、ミツカサンダーとフリーザーも野生で見たいですね。気持ちはね、毎回出てくれって思ってるんだけど、やっぱなかなか出ないですよね。ずっとポケモン遊んで連鎖もしてるけど、
なんであん時ファイヤーは出てくれたんだろう。すごい確率が良かったんだと思います。多分タイミングとかもあるのかな。どうなんだろう。もしかしたら出やすい道路とかこの辺とかっていうのもあるのかもしれないですよね。海竜とかリザードンとか降りてくるとこ決まってて、この辺りに影があるよねとか、連鎖かけて空を飛んでるといつもねいるとこって結構固定されてる気がするんで、よく見るようにしようと思います。次に出会うのはファイヤー以外だったらどっちでも嬉しいけど、どっちかっていうとフリーザーが好きだからフリーザーに会いたいな。とりあえず今回はユンゲラーに出会うのが目的で、ゲットするのが目標なので、プリンの連鎖頑張ります。とりあえず10匹なんだけど、なかなか出ないよ。もうちょっとなんかその辺にいるポッポとかでやった方がいいのかな。何連鎖かかるまでやりますみたいな感じで前にねピカチュウ100匹やったんですけど、その時は時はの森だったから100やっても上にはポケモン降りてこないんだよね。あれ違うの当たってる。ラッタだ。あ、モテないになってる。おお、綺麗にしよう。終わりました整理。博士のところにだいぶポケモンを送って開けました。走り回りすぎてる。あ、2匹出てる。やった。来い。やった。結構プリンは出ないけど一発で入ってくれることが多くて嬉しい。びっくりした。ラッタ連鎖かけてた時のあまりのラッタとピカチュウ100匹の95匹ピカチュウ送ったら、ピカチュウはねトータル109匹送ったことになって、ピカチュウの飴を109で3個ぐらいかなもらいました。なんかそんなにもらえるわけじゃないんですね。1匹につき1匹あのポケモンの飴もらえると思ってたのに、あー逃げちゃった。はー、やばい、どうしよう。プリンの連鎖逃げてから、あ、ケーシー出てる。ちょっと行ってみる。もしかしたらケーシー連鎖かけたら来るかな。ケーシーってすごい逃げるよね。お、これがめっちゃ難しい。真ん中に来た時に投げるの、草むらで目の前からっていうか正面から近づくとケーシーいなくなっちゃうし、後ろからじゃないといけないから、あんまりね捕まえた記憶ないんですよ。あ、でもユンケラーだからケーシーで連鎖してもよかったかもね、見栄え的に。というか何匹なんだろうケーシーって。4匹ぐらい。あ、3匹だ。もう全然捕まえてないね。次のケーシーは来るのだろうか。すごい不安。また1匹からになっちゃった。なんかキューコンパって出てたからサクッとユンゲラー出るんじゃないかって思ってきたんですけど、出ないよ。ちょっと待っててみる。これバッグの中身をとりあえず確認。捕獲の数が20しかない。大丈夫、私のハイパーボール途中でお金もないから戦いに行ってバトルしてお金稼いでハイパーボール買わないといけないかもしれない。こんなに出ないの。ユンゲラー、モロコンは出てるし、なぜかピジョンがめっちゃ出る。これあれですね、今度ピジョンとかポッポで連鎖して、でなんか待ってた方が良い気がする。どっちがやりやすいんだろう。やっぱりポッポかな。一番道路でポッポを狙う。一番出たっけ。いやでもいろんなとこにいるから出そうな気がするんだけど、そういえば一番出会いやすいポッポはやってないな。だったわね、コラッタ連鎖した子がいるから別に
やらなくていいかなって思ってたんですけど、ちょっとポップを今度連鎖しようと思います。決めた。なんか見つけるときはポップにしよう。色違いのこと、ポップの色違いって何色なんだろう。全然出会ったことないから分かんないや。たまたま見つけた色違いのゴルバット今一緒にいますけど、なかなかね、色違いって他のゲームでもポケモンのゲームで見ることそんなになかったんで、あーって感じなんですよね。この子ここの色違うんだとか、この子こんな色してるんだっていう感覚なんで、なんか不思議です。ポケモンクエストだとよく色違い出てたんで、出てた子はね見たことあるんだけど、ゲーム本編の方だとなかなか出会ってないからびっくりする色とかいるよね。キラキラしてればすぐわかるんで。ああ来た来た、わあ色違いじゃないけど、あー待って待って、ユンケラ出会えた。でも時間かかりましたね。いやこう考えるとキューポンがサクッと出てくれること出てくれることびっくりだよ。あ来た一発。はい、今回の目標、野生のユンゲラゲットできました。やったー嬉しい。1匹目。いや図鑑はねケーシーを進化させてユンゲラ作ってたんで、図鑑登録自体はもう終わってるので出ないんですけど、野生で見つかってよかったです。キューコンが相当よく出てくれたっていうことが今回でまた分かりました。はい、ということで今回は野生のユンゲラを目標通りゲットすることができてよかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた See you。 2匹目はさすがに出ないみたいだね。うん。